こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、森会長の、ね、発言が全然火種が止まらないと言いますか、ますます肥大してますね。これはね、普段から森会長が嫌われていたってことも、まあ、それに由来するんだと思うんですよ。まあ、あの人またやっちゃったねじゃ済まないようなね、これを機会にあの人引きずり下ろすんだみたいなエネルギーになったっていうのは、やっぱり虎視眈々とね、その森会長の失脚を狙ってる方がたくさんいたってことじゃないかなと思うんですよ。いわゆる森さんが嫌われていたってことなんですよね。でも今回ね、森会長が言われていたことで、女性が入ると話が長くなるっていうのは、まあ、森会長の視線から見ると、視点から見ると、まあ、納得できないことはないなと思うんですよ。それがね、結構の私はね、まあ、擁護するわけではないんですけども、現象としては理解できたかなってところがありますんで、ちょっとお話しようと思うんですよね。まあ、森会長から見ると、男性と女性がいて、女性が増えるといろんな意見が出てくると、本当はいろんな意見が出てくるってことはありがたいはずなんですよ。でも森会長は、女性がいると話が長くなるというふうな表現してましたよね。これはどういうことかっていうと、男ばかりが集まると、その男たちはね、森会長に忖度して、あ、じゃあいいですね、それでいきましょうって感じで反対意見言わないんですよ。だからすぐ終わるんですよ。でも女性が入ると、そういうふうな忖度にそば縛られずにね、自由で活発な意見を言うんですよ。まさに女性視点での、男性が言えないようなこと、男性が気づかないような、本当にね、視点の広い、制約のない表現をしてくださるんで、だから話が長くなるっていうふうに捉えられるんでしょうね。だから森会長は、森会長のそばにいる男たちは、もう自分の傀儡なんですよね。だからね、本当に忖度でイエスマンしかいないんですよ。だから早く話が終わるんですよ。逆に言うと、男の人は言いたいことを言わないんですよね。もう早く終わんないかなとかね、どうせ俺が言っても変わんねえしみたいな、俺が言って目つけられるの嫌だしみたいな感じなんですよ。ずるいんですよね、森会長のそばにいる男性は。でも女性については、自由でのびのびとした表現をするから、それこそ、あ、こんな意見もある、あんな意見もあるって感じで、女性が、誰か他の女性が言うことに対して、こういうこと言っていいんだってことで、どんどん自由にね、あらゆる視点での、まあ、オピニオンが出るんじゃないかなと思うんですよ。それはとってもいいことだと思いますよ。それが時間が長くなるみたいなね、そういうふうな一言で論ずるのは、逆に言うと男性が役に立たないっていうふうな、男性への攻撃でもあるんではないかなと思いましたね。だから、まとめて言うとですね、森喜朗会長のそばには、森さんにイエスという人しか集まってない、もしくは集めていないってことなんですよ。イエスマンしかいないってことで、女性視点を入れると話が長くなるのは、いかにね、男視点が間違えているかってこと、男視点では気づかないことが多いかってことに気づかないといけないのに、それをね、単なる話が長くなるとしか捉えられてない森喜朗会長の判断力ね、これはちょっとね、いただけないんじゃないかなと思います。異なった意見を全く受け入れられない、単なる雑音としか思ってないんですよ。で、ひいては女性が大切なことを言ってもその価値に気づけずに、バカなことを言って時間を無駄にしてるというふうな受け取り方しかできない、まあ、随分ね、器の小さい人だったということなんじゃないかなと思います。同時に、森喜朗会長にイエスしか言えない男性諸君も、ちょっと情けないなと思うわけですよね。もっともっとね、深く掘り込んだ意外な意見、もっともっとね、多角的な視点っていうのがないのかなと思っちゃいます。そういう意味では、森喜朗会長を中心とする組織っていうのは、女性が優れているかもしれないですね。男性は、なんかちょっとね、意見があっても言えないのか、それとも意見を、異論を感じることもできないぐらい同調圧力に弱いのかってことになっちゃいますけどね。どうなんですかね、この辺は。まあ、なんかね、やっぱり女性の意見を大切にしようなんてね、飲食店とか店舗をやってたり会社をやってたら当たり前のことなんですけどね。オリンピックはそうでもないんですかね。まあ、そういうふうな、まあ、オリンピックに今回参加しようとする人は、森喜朗の会長が良しとする人ばかりだということで、まあ、女性はね、みんな抜けてもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、それでもこういうふうな男性支配が好きだなっていう女性は参加すればいいんじゃないかなと。要するにオリンピックの起源っていう話をね、よくされますけども、あれでしょ、女性が奴隷化されてた時代でしょ、制度化されて選挙権もないような時代。だ、それが好きなら、その解雇主義に戻ればいいんじゃないかなと思いますね。まあ、私はオリンピックはね、ノーグッドだし、それに協力するアスリートもちょっとどうなんかなと思っちゃいます。アスリート精神ってのはどういうことなんかなと私は疑問に思っちゃいますけどね。今回もそういうふうな試金石になったんではないかと思いますし、結局男尊女卑ってものが、まだ幅を利かしてるなというふうにね、同じ男としてちょっと恥ずかしい思いっていうかね、こう気遅れしちゃいますね。まあ、なんとかな、私もね、ちょっと女性の意見もっともっと聞かないとというふうに思いますけども、まあ、出会いがないんでね、やっぱね、女性の意見聞くも聞かないも、私は全てあなたの言う通りですっていうふうに思うばかりでございますね。皆さん、どういうふうにお感じになったでしょうか。